ラマイナス11、マイナス11ラ、ラマイナス11、83号機、逃亡のために、スウェーデンへ飛来し、着陸時に破損したソ連軍機。1949年5月22日撮影ラマイナス11は、ラワボチュキン設計局が開発し、朝鮮戦争機に、ソビート連邦赤色空軍などで運用された、戦闘機。 大西洋条約機構が使用する NATO コードネームのファングはキバのイ。長距離護衛戦闘機としてラマイナス9をもとにラマイナス134の試作名で開発された。戦争中に開発されたがラマイナス11の名で正式化され実戦配備が進むのは戦後となったことから朝鮮戦争に用いられた。 後継機がミグ -15 などジェット機となったため、ソ連が運用した最後のレシプロ戦闘機となった。ロシアソビエト連邦社会主義共和国モスクワ州、ひいむきにあった第301施作設計局では、第二次世界大戦中より優れた単発戦闘機の開発を行ってきた。中でも、大戦中期に登場したラマイナス 5FN は、赤軍最高の戦闘機の一つと目された。 その改良型ラマイナス7の発展型で航空機130またはラマイナス130と呼ばれた開発機は金属製ラマイナス7といえる機体で終戦後の1946年にラマイナス9として正式採用となった。しかしながら第301作設計局では飛行技術面でのより一層の発展のために航空機130 の開発研究を続けられることにした。新たに開発される改良型機には爆撃機の随伴護衛戦闘機としての運用能力が求められた。このため爆撃機の巡航速度における最低でも 2500km の長距離飛行能力が必要となった。それまでソ連の単発戦闘機は比較的短距離の航続距離しか持たされておらず、 このような距離を飛行できる機体の開発は簡単なことではなかった。ラマイナス9の航続距離は 1735km で、これでもラマイナス7の 635km と比べれば飛躍的な向上であったが、次なる護衛戦闘機ではさらにその上が目指されたのであった。1946年10月18日、航空機130を元にした。 練習訓練戦闘機の開発と護衛機の開発がソ連閣僚会議の指令書で正式に指示された。両機の開発は並行して行われ、同時に飛行試験に入った。第301試作設計局が航空機134またはラマイナス -QM と呼ばれる試作機を完成させるのには半年もかからなかった。1947年5月には、 国立赤旗空軍科学試験研究所のテストパイロットのアンドレイ・グリゴーリエビチ・コチェトコフにより航空機134の初飛行が実施された。6月19日には航空機134は GK2VVS の中ーロフ飛行場で国家試験に入った。その5日後には試作2号機となる航空機 134D が到着した。 この機体では、より大きな航続距離が実現されていた。ブラケットに燃料タンクが増設されたことにより、燃料搭載量は、航空機134で825リットルであった、ものが1100リットルにまで増加された。二つの陶器式造装が装備され、これには合わせて332リットルの燃料が搭載されていた。航空機134では、 チェルニャフスキー技師、航空機 134D では、レズニコフ技師によって試験が推進された。テストパイロットの役目は、航空機134では、アンドレー・グリゴー・リエビチ・テレンチエフ、航空機 134D では、イバーン・バシー・リエビチ・チモフェーエンコが担った。航空機134、134D の飛行試験が開始される数ヶ月前、 GK2VVS は、アメリカ合衆国製の P-38L-1 ライトニング総発戦闘機を入手していた。この機体の飛行試験は1947年4月に行われ、機体重量がラ -11 のほぼ倍というほど大きさにもかかわらず、P-38 は増装を装備しても、航続距離が航空機 134D には劣るという、 ことが判明した。また、旋回性能や飛行上限高度など多くの面でも性能は航空機 134D の方が優れていた。しかし、重量の増した航空機 134D わらマイナス9と比べ、空戦能力に劣り、特に高度7000メートル以上での空戦には向かないという結果が出た。ともあれ、航空機 134D の大きな燃料、搭載量と 2500km には及ばなかったもののそれでも大きな航続距離はラマイナス9では立ち打ちできないものであり航空機 134D の正式採用は確実なものとなっていった各種試験を通過した試験機はラマイナス11の名称で正式採用されることが決定された生産は ヒームきの第21工場で行われることになった。この工場では、それまでラマイナス7やラマイナス9の量産化の実績があった。ラマイナス11は、工場名称では、製品51と呼ばれた。生産は1947年に開始され、1951年まで続けられた。 初年度には100機が生産され、翌1948年には最大生産数となる650機が製造された。この年、ラマイナス11の生産は一旦打ち切られ、翌1949年に再開した。この年と翌1950年には各150機が生産された。最後の年となった1951年には182機が生産され、 ラマイナス11は合わせて1182機が生産された。1948年には、ラマイナス11は、対戦中のツマイナス2総発爆撃機の発展型である、ツマイナス6総発偵察機の先導のもと、北極地方での飛行試験を行った。この試験では、急激な温度変化への耐性が試された。1951年の夏、第81工場では、 ラ -11 にロケットエンジンにあるマイナス82を装備する作業が実施された。また別の1機は下級機の自動切り替え機を装備して GK2、VVS で試験が続けられた。ラ -11 の写真偵察機型も開発され、1950年7月に工場試験が9月22日には国家試験が行われた。この機体には 牽引式の AFABA-40 写真機が搭載された。この年には空軍の要求に基づき戦闘機型100機が偵察機仕様に回収された。写真機を増設した偵察機型では重量型によりエンジン出力が不足となった。そのため、1951年には搭載する出力1850馬力の足種 -82。 FN エンジンを2000馬力にまで向上させる作業が行われた。しかし、この作業にはエンジン設計の大幅な変更が必要となることが明らかになったため、作業は中途で取りやめられた。その後、1900馬力の派生型となるアシュマイナス 82t がビルマイナス14総発旅客機のために開発されたが、これがこのエンジンの限界であった。 1950年には150機のラマイナス -11 が無線コード KRV-2 とマーカー無線受信機 MRP-48 自動無線コンパスアークマイナス -5 を装備する回収を受けた。しかしながらおそらくはすべての生産機が完全に回収されたわけではなく無線関係の回収工事が行われないまま工場の 飛行場に置き去りにされた機体も少なからずあった。一通りの試験を終えたらマイナス11は次々と実戦部隊へ配備が進められた。運用部隊はヨーロッパ方面から極東まで広範囲に及びサハリニアエトロフ島の部隊にも配備された。部隊ではラワボチュキンのドラムスティックとあだ名されたという。しかし部隊運用中にはエンジン停止事故なども発生し、 必ずしも順調な運用とはいかなかった。ラマイナス11が最初の撃墜を記録したのは1950年4月8日のバルト海上空であった。この時犠牲となったのはアメリカ海軍の偵察機であった。ソ連政府の政府見解が発表される公式誌であったイズベースチア氏はこの好ましくない事件について調査中としながらも機体は B-29 であったと発表した。現在、ロシアではこの時の機体は別の機種であったと考えられている。この撃墜事件に加わった人物は、アメリカ人はソ連側パイロットの着陸命令を無視したばかりか、ソ連戦闘機に対し防御射撃を開始したと話している。そこでソ連戦闘機は反撃を行い、アメリカ軍機の搭乗員10名全員が、 死亡するという惨事に至った。またこの年、太平洋艦隊所属のアイルカシェフと MC 中ンのペアが、ラマイナス11を操縦して、p にボルトネプチューン偵察機を撃墜した。ラマイナス11の部隊配備が進むと早速、当時行われていた朝鮮戦争へ投入された。中国人民解放軍機として、ソ連軍人が登場して実戦に参加したラマイナス11は、 すぐさま PB4Y-2 プライバティアの撃墜に成功した。その後、ラ -11 は終戦までに P2 ボルト、B-26 インベーダーの撃墜を記録した。しかし、カイ -51 ディーマスタングのような国連軍戦闘機には分が歩く多くのラ -11 がそれによって撃墜された。特に中国人や朝鮮人の操縦するラ十一の 損失は大きかった。中華人民共和国がラマイナス -11 を購入して自国で運用するようになったのは1950年のことであったが、これのラマイナス -11 はカイイマナス -51 のみならずソ連における試験で圧倒していた P-38 にまで撃墜された。ラマイナス -11 は P-29 の迎撃も試みたものの、かんばしい結果は得られなかった。 ラマイナス11は B-29 の巡航高度に達するのに26分もかかった上、ラマイナス11の限界高度に近いその高度では、ラマイナス11の B-29 に対する有速はわずか時速 20km に過ぎなかったので、ある。1952年初めの時点で、朝鮮半島に展開していた第351戦闘飛行連隊では、 ミグ -15 を装備する1個飛行代隊に加え、ラ -11 を装備する飛行代隊も一つ残されていた。その12機のレシプロ戦闘機は、翌1953年夏まで飛行を続け、B-26 を主目標として作戦任務に就いた。その後、ソ連でははるかに優れた能力を持つジェット戦闘機が大量に配備されたため、従来のレシプロ戦闘機は、 遺物とみなされるようになった。それでも、ラマイナス11は1960年代初頭まで部隊運用され、それ以外にも試験や訓練用途に使われた。ラマイナス11を供与された国でも同様の経過をたどったと考えられている。ラマイナス11は、キャセイパシフィック航空機撃墜事件を起こした機体としても知られる。 この事件は1954年7月23日に発生した事件で、万国発イギリス領香港行きとして運航中の、キャセイパシフィック航空所属 d c 4が、海南東沖 37km という、南シナ海の航海上を飛行中、突如接近してきた2機の中国、人民解放軍空軍に所属するラマイナス11に、銃撃され、 海南東沖に緊急着水したというものである。また、この直後には生存者を捜索していたアメリカ海軍の空母ホーネットと空母フィリピンシーの艦上機をさらに2機のラマイナス11が攻撃したため、交戦したところラマイナス11が撃墜されている。しまいき、ありがとうございます。